ブルーリックスの戦いは、1782年8月19日に、アメリカ独立戦争中のケンタッキーで最後に行われた戦いである。戦いが行われたのは、ヨークタウンでチャールズ・コーン・ウォリスが降伏した10ヶ月後であり、実質的には東部における独立戦争が終わっていた。現在のケンタッキー州ロバートソン軍のリッキング川に隣接する丘で、 50名のイギリス軍レンジャーズと300名のインディアンが待ち伏せをかけ、182名のケンタッキー民兵隊を崩壊させた。独立戦争中のケンタッキーでは最大の敗北となった。1781年10月にコーンボリス敗下のイギリス軍がヨークタウンで降伏したものの西部辺境での戦いは続いていた。デトロイトトトリデのイギリス軍に支援されたオハイオ川の 北のインディアンは、西バージニアからアメリカ人開拓者を追い出す動きを倍化させていた。1782年7月、オハヨ郡のマッドガー上流に近い小児遺族の集落で、インディアンの大規模な集結が行われた。参加したのは、小児遺族以外に、デラウェア族、ミンゴ族、ワイアンドット族、マヤミ族、オタワ族、オジブワ族、およびポタワトミ族であった。 ウィリアム・コールド・ドウェル隊位に率いられた150名のイギリス軍レンジャーズとアレクサンダー・マッキー、サイモン・アーティおよびマシュー・エリオットに監督された1100名のインディアンがオハイオ川のホイーリングに対する攻撃に派遣された。これはアメリカ人開拓地に送られた軍隊としては最大規模のものであった。しかし、石膏の調査によってインディアンが 他のアメリカ人指揮官の誰よりも恐れていたジョージ・ロジャース・クラークがケンタッキーからオハイオ領土に侵攻する準備をしているとの情報が入り、この遠征隊は中止された。コールドウェルの部隊はクラーク隊を阻止するためにマッド川まで戻ったが、クラーク隊は現れなかった。クラーク隊出動の噂は巨峰だと分かった。クラークはオハイオ川を紹介するために大きな船を 用意していたが、遠征の準備をしているのではなかった。この事態の展開に粉末を募らせたインディアンの多くは分散してしまった。残ったのは50名のイギリス軍レンジャーズと300名のインディアンであったが、コールドウェルとマッキーはこの部隊を連れて、ケンタッキーに入った。この部隊は、ブライアンズステーションの開拓地を吸収するつもりであったが、開拓者たちは敵部隊接近の情報を得て、 防御を固めていた。コールドウェルとマッキーの部隊は8月15日にブライアンズステーションを放囲したが、ケンタッキー民兵の部隊が近づいていることを知り、8月17日に撤退した。ブライアンズステーションの救援に8月18日に到着したケンタッキー民兵隊は、ファイエット軍の47名とリンカーン軍の135名、計182名であった。最上位の士官。 ファイエット民兵のジョントッド大佐が全体の指揮をとっていた。他の士官にはリンカーン軍のステファン・トリグ・中佐とファイエット軍のダニエル・ブーンがいた。リンカーン民兵のベンジャミン・ローガン大佐は民兵を集めている最中であり到着していなかった。士官たちは敵軍がオハイオ川を越えて逃げる前に直ちに追撃すべきか、ローガン大佐の援軍が到着するのを待つべきかを話し合った。 ヒュー・マクゲアリー少佐はローガンを待つことを勧めたが、トッドは、マクゲアリーが臆病になっていると恥ずかしめて、マクゲアリーの発言を封じた。ケンタッキー民兵隊は撤退中のイギリスとインディアンの連合軍を追いかけることに決め、古いバッファローの通り道を40マイル場で進んで、宿営した。ケンタッキー民兵隊は8月19日の朝に、リッキング川に到着した。そこには、 ローワーブルーリックスという名前の泉と岩塩のある場所があった。川の向こう岸には数人のインディアン石膏が見られた。そのインディアンの背後は川が迂回する丘になっていた。トッドは作戦会議を招集し、最も経験を積んだ森のことに明るい人であるダニエル・ブーンの意見を求めた。ブーンはインディアンが あまりにはっきりと足跡を残していることを疑い始め、インディアンが待ち伏せに誘い込もうとしていると士官たちに伝えた。マクゲアリー少佐は前日にトッドの批判が示唆したような臆病者ではないことを証明しようとしていたので即座に攻撃することを主張した。マクゲアリーは馬にまたがると川の浅瀬に乗り入れながら叫んだ臆病でないことを見せてやる。俺について来い。 兵士がついて川を渡り始め、士官たちは少なくとも秩序ある攻撃を行うために追いかけた。俺たちは皆殺された兵士だとブーンは川を渡りながらつぶやいた。川の向こう岸についた部隊は、ほとんどが馬を降り、三内市四列の戦列を組んだ。部隊は丘に登っていき、トッドとマクゲアリーが中央に、トリックが右に、ブーンが左にいた。ケンタッキー隊が、 丘の頂上に着くと、インディアンが一斉に射撃を始め、破壊的な効果をもたらした。わずか5分後に、ケンタッキー隊中央と右翼が崩れ、左翼のブーンの部隊のみが何とか前進できた。馬に乗っていたトッドとトリグは容易な目標にされ、すぐに撃ち落とされた。ケンタッキー兵は丘を下って逃げ始めたが、側面をついたインディアンとの白兵戦になった。マクゲアリーは、 ブーンのところに乗りつけて、皆が撤退を始めたことと、ブーンたちが取り囲まれていることを伝えた。ブーンは、部下の兵士を集めて、撤退を始めた。ブーンは、乗り手のいない馬を捕まえ、息子のイスラエルブーンに、馬で逃げるように命令した。しかし、イスラエルは父親を置いて逃げることを拒否し、ダニエルが他の馬を探している間に刑を打たれた。ダニエルブーンは、 息子が瀕死の重症を負ったのを見ると馬に乗って逃げ出した。伝説によればブーンは逃げる前に息子の体を隠したことになっているが現実にはそのような時間がなかったと思われるブルーリックス戦場終立公園にあるオベリスク2006年の224回目の記念日に撮影。ジョージ・ロジャース・クラークはこの戦闘に関わっていなかったが ケンタッキー民兵の上級士官として、ブルーリックスの惨劇の責任を問われた。クラークは、この批判に応えて、オハイオ軍に、報復の攻撃を行った。1782年11月、クラークは、ベンジャミン・ローガンや、ダニエル・ブーンと共に、1000名以上の遠征部隊を率い、グレート・マイアミ川沿いの小人族集落を襲って、5集落を破壊した。小人族は、 ケンタッキー隊との戦闘を避け、マット川沿いの集落まで交代していたので、戦闘は起こらなかった。これが、独立戦争中では、最後の軍事行動となった。マット川沿いの集落は、1786年の北西インディアン戦争の開始により、ベンジャミン・ローガンによって破壊された。この遠征の時、ヒュー・マクゲアリーが、小人族の集長、モルンサと出会って、モルンサが、 ブルーリックスにいたかどうかを尋ねた。モルンサは、ブルーリックスの戦いに参加していなかったが、マクゲアリーの質問を明らかに理解できないままに、首を縦に振って同意してしまった。マクゲアリーは、即座にトマホークで小人属指導者を殺した。ローガンは、マクゲアリーを解任し、後に軍法会議にかけた。ブルーリックスの戦場後は、 ブルーリックス戦場終立公園となり、ケンタッキー州パリスとメイズビルをつなぐアメリカ国道68号線沿いにある、ブルーリックススプリングスの町のすぐ郊外である。この公園には、花崗岩のオベリスクと墓地及び博物館がある。ありがとうございます。